ちょっといい？まずはありがとう。頼みを聞き入れてくれて。これで世論が変わってくれればいいけど。変わるのよね。私もそう信じているわ。指導は様々な罪を告白した。逮捕まではそれでいける。問題はその先。廃人化事件は異世界との関連が証明できないと、実行犯の明智は行方不明。証言できるのはあなたたちだけなの。率直に言うわ、警察に出頭してほしい。指導を有罪にするにはあなたの証言が絶対に必要。でもそれはあなたを表舞台に立たせることになる。あなたは一躍この国を救ったヒーロー扱い。そんなこと警察や検察が許すはずがないわ。あなたたち怪盗団にメンツを潰されることになるから。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。出頭すればあなたは確実に逮捕される。そしてあなたには前歴がある。警察や検察はそこをついてくるでしょう。逮捕された事実を著しい非行としてあなたの保護観察を取り消し、少年院に送致する可能性が極めて高い。あなたを隔離するために。連中は怪盗団が英雄視されることなく必要な証言が取れれば満足なの。代わりに仲間の安全は保証されるはず。必ず私が保証してみせるわ。指導周辺の事件を解明するため私は動く。全て明るみに出すつもりよ。二度と世間が歪まないようにね。それをあなたも望んでいるでしょう。これは私とあなたの最後の取引みたいなもの。もう一度お願いするわ。あなたの意思で警察に出頭してほしい。ありがとう。きっとそういう気がしてた。あとは私たちに任せて。じゃあ行きましょう。クリスマスって本当どこに行っても混んでるね。それも幸せそうなカップルばかり。うん。でこの後ってどうするの？二人
二人っきりになれたのはいいとして、別にいつもの感じと変わらないよね。そういうこと真顔で言う？そうだ、これプレゼント。気に入ってくれるといいけど。大事にしてね。ごめん、いきなり話題変わるけど、指導の件、お姉ちゃんが勧めてくれてるけど、なかなか難しいみたい。詳しいことはわからないけど、指導を有罪にするための証言を取るのがって話してた。お姉ちゃんがいてくれるし、悪いようにはならないと思うけど、先がどうなるのかわからないのってちょっと怖くて。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。どうしたの？ごめんね、変なこと言って。せっかくのクリスマスなのにね。今日は帰るね。平気。私に隠してることあるよね。なんでもない。おやすみなさい。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは。すみません、ヤブン。なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。なんか気を使ってもらっちゃったね。付き合ってくれてありがとう。できるわ。あなたのためなら。
そうじゃないの、知って。やっぱり隣いい？今日一番話したかったこと。来月向こう帰っちゃうんだよね。私たちどうなっちゃうの？本気？いろいろ言いたいことあったけど、顔出所するまで待てたんだし、別に住むとこが違うくらい。ずっと待ってたんだよ。それくらいいいよね。クリスマスって体力いりますね。人並みを縫って歩く。まるで私、ケーマにでもなった気分でした。日頃の運動不足が少しでも解消されるといいですけど。じっと見てますけど、何か言いたいことでも。そんなの私も一緒に決まってるじゃないですか。いけない、大事なこと。差し上げます。つまらないものですが。かつての死に対する言葉とは思えんな。なんてね、冗談言うからですよ。今日は聞きたいこと。でも本当に良かったです。信じてはいましたけど、正義の回答が捕まえられたのは何かの間違いに決まってるって。こうして会えているのはすごく嬉しいですけど、捕まったはずの人、あなたにもしものことがあったら私心配なんです。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。余計なお世話でしたよね。帰ります。いいえ、大丈夫。様子がいつもと違うことくらい見抜いていました。話してほしかったです。今日はありがとうございました。おやすみなさい。Thank you.
妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか今日。お前なんかこう浮いた話とかないわけ。こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。すみません。なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。こんばんは。ありがとうございます。心配したんですからね。あ、違うんです、お説教したかったわけじゃ。今日来させてもらったのは。はい、つまらないものですが、それ作ってみて自分の才能のなさを痛感してます。市販のを溶かしただけだから味は大丈夫です。多分あなたと出会うまで、その自分に彼氏ができるだなんて、将棋以外ももっと精進しないと。ぜひ来年リベンジさせてください。手作りチョコ、その相変わらず八百長姫って言われてます。すっかり悪役ですね。けど正直変にアイドル扱いされ、将棋は盤と駒があればどこでもできます。だから私の一流の騎士はどこへ行っても目指せるわけで。何言いたいか分かります？あの、それは困ります。隣行きますね。あなたに会うまでは一人でいるの苦じゃなかったのに。来月帰るんですよね。それを考えただけで私も。すみません、久しぶりなのにこんな重い話。出所まで待つことはできたんです。家が離れてしまうくらいのことは。あなたの前でだけは自分の本音押し殺せそうにないです。本気にさせたってことです。待ったなんて許しませんよ。どこ行ってもカップルだらけ。手かしくじった。
予約しないとご飯も食べられないなんてさ。せっかく二人で過ごすイブなのに。もう。てかさ、イブってどこまですれば成立なわけ？一緒にお出かけしてご飯食べて、大人ならお酒とか飲んで。ぶっちゃけわかんないんだよね。なんかおっさんくさ。そうだ、これサプライズ。予想してなかったでしょ。大事にしてよね。あのさ、急になんだけど、シドの事件のこと毎日ニュースになってるじゃない。私なんか心配で、警察がいろいろ調べていって、もし私ね、見つかるのが怖いんじゃないの。離れ離れになるかもって考えたら、最近うまく寝れなくて。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。どうしたの？暗くなっちゃって。帰るね。ううん、大丈夫。私に何か隠してるよね。話してほしかったな。おやすみ。妙に女連れが多いなって思ったら、バレンタインだったのか今日。お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。お邪魔します。ちょっといい？なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。はあ、こんばんは。アンガト。二人きりって久々だよね。今さら可愛いこと言わないでよ。そうだ、これ重いでしょ、私の愛情で。ボケにマジレスやめて。
てかさ、出頭するなら私にくらい相談してよ。うん、大丈夫。今日離れたくないな。じゃあそうする。隣行っていい？あのさ、来月向こう帰るんだよね。もしかして私たち遠距離？本気？ああ、やめやめ。楽しい時間にしに来たのに。出所するまで待ってたんだしさ、別に距離遠くなるくらい平気だし。にしても待たせすぎでしょ。重いとか言ったらマジ怒るから。おう、お前いよいよ明日出発だな。街全体が幻想的になるんだね。うん、メリークリスマス。クリスマスってお父様が忙しくて一人で過ごすか、お父様の付き合いで退屈なパーティーのどっちかだったから。嬉しい。来年はもみの木でも育ててみようかな。そうだ、忘れないうちに。いつもお世話になってます。よかった、喜んでくれて。クリスマスって楽しいね。話変わるんだけど、指導のニュース見てる？見てないわけないか。毎日だもんね。怖くなっちゃうの。警察が指導のことを調べれば怪盗団のことに行き着くはず。そしたらこうして普通に会えなくなるのかな。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。どうしたの？ああ、ごめんね。せっかく時間作ってくれたのに。拾うから。何か隠してたでしょ。
頼ってくれてもよかったのに。おやすみなさい。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは。あ、まだお店。なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。モナちゃんったら。ごめんね、疲れてるよね。あなたのことだもん。あのね、これあげる。一応手作りだよ。よかった。やろ。でもよかった、思ってたより早く出てきてくれたから。それね、もしかしたら郵送でとかもちょっと考えたりして。元気といえば元気だけど。あ、私ね、奥村フーズに内定もらったの。まあ大学に通いながらだけど。コーヒーチェーン店のプロジェクトに参加させてもらうことになると思う。4月から半分社会人か。ちゃんとお仕事できるかな。そう言ってくれると頑張れる気がする。あの、隣行っていいよね？なんか落ち着く。来月ご実家に帰るんだよね。私もお仕事で忙しくなるし。そしたら私たちって。仕事で一人前になったらそれまで待ってて。会ったら話そうと思ってたこと、顔見たらなんか忘れちゃった。出所するまで待てたんだし。それに比べたら家が遠くなるくらい。ごめんね、今だけ。なんかこのまま寝ちゃいそう。最近の子ってさ、進んでるよね。
制服のまんまで路中とか全然平気だし、目に入るとこでそんなのされたら気になるよね。何そのリップサービス、オプション料金取るつもり？まあでも師走進行を乗り越えたんだし、今日くらいは羽伸ばしてもいいよね。プレゼント、いつもお世話になってます。どういたしまして。で、あの、死んだって思ってた君とこうして過ごせてるのは嬉しいんだよ。けどそれが普通じゃないことくらい私にだってわかる。心配するのっておせっかい。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。うん、どうしたの？おせっかいってこと。今日は帰ろうかな。いいよ、面倒でしょ。何かあったことくらい顔を見ればわかるんだよ。おやすみ。こんばんは。先生？教師と生徒の本当にあるんだな。あと頼むわ。ごゆっくり。どうも。ありがとう。なんかここ来るの久々。メイドの格好の方が良かった？ご主人様寂しい。あ、そうだ、忘れないうちに。それ作るのにわざわざオーブンレンジ買ったんだからね。お、その素直なのはいいよ。ご褒美にあーんしてあげようか。あのさ、
お帰りなさい、ご主人様。私だって。さくらさんから出頭したって聞いたとき、私泣いたんだからね。ほんと問題児すぎるよ君。本当は私とのこと後悔してるんじゃない？よかった。隣行っていい？来月君地元に帰るじゃない？もう同じ学校じゃなくなるね。立場的にはね、私の方が大人なんだし大丈夫。ちゃんと考えておくから。出所するまで待ってたんだし、もう大概のことじゃ驚かないから。今夜は私の言うことを聞いて。これだけはサボっちゃダメ。クリスマス、ケーキやチキンがマストなくせに、買おうとすると行列やら売り切れやら。今日が焼きそばじゃないってのは私でもわかるぞ。それにしてもだな、世間はもっと怪盗団に感謝してほしいな。袖の下とかあってもよさげだろ。何組くらいのカップルが相引きしてるんだろうな。なんか流されてる気がしないでもない。なんで？あ、ベタすぎてとっさに分かんなかった。そうだ、忘れる前にやる。いくつになっても嬉しいだろ。うん、喜んでくれて私も嬉しい。プレゼントのことも大事だけど、指導のことネットで祭りになってる。関連スレが乱立してるし、怪盗団のことも話題になってるんだ。街中はカメラだらけだし、いつも誰かに見られてる気がする。心配なんだ。だって連れてかれちゃったら。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。
そんな距離じゃない。何か隠してるだろう。一緒にいればそれくらいわかる。おやすみなさい。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ。こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ俺には義理もなかったってのに。まあそのなんか場の勢いでとかは。してないからな。かわいいやつね。受け取れ。こちらこそ。黙って出頭なんかして。同じく。そうだ、来月ねカナちゃんと会うんだ。ルブランに遊びに来てくれるって。おもてなしの仕方ちゃんと調べておかないとな。それいいな、カナちゃんもきっと喜ぶ。ねえねえ、四角だけ？あれを試す。何か。雨遣いしてたのに男子が好きってネットで言ってた。本当はかなちゃんに紹介したかったけど、来月帰っちゃうんだよね。お前もさ、宗次郎のとこの子になれば地元と私とどっちが大事なの。そんなことは言わないから。思い出いっぱいできたもんな。最後にもう一個作っとく。
なんて人の多さなの。ありがとう。それにしても、あなた、世の中あんなに女がいる中で、よく私のところになんて来たよね。素直に喜んであげる。そうだ、これあげる。自分でも柄にもないことしてるの知ってる。あのさ、獄中自殺とされたあなたが私の目の前にいる。それはもちろん嬉しいことではあるのよ。けどそれ、この国で許されることじゃないことも私は知ってるの。このままで本当にいいの？そうなれば彼らは適当に罪をでっちゃ。ん？そう。参ったな。帰るね。大丈夫。まるで手の施しようのない感情を見せつけられている気分。ごめん、せっかく誘ってくれたのに。おやすみ。妙に女連れが多いなって思ったら、バレンタインだったのか今日。お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは。出直してきた方がいい？なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。元気そうじゃない。じゃあ。シャバの空気とやらにはもう馴染んだ頃だよね。少年院に行ってたなんて事後報告で許されるレベルじゃないよ。ちなみに今日来た理由は分かった。そういうこと。はい、これ海外から取り寄せたの。体に害のある成分は入ってないから。どういたしまして。会えなくなった途端あなたとのことばっかり。久しぶりだな、こういうの。奇遇だね。私も例の新薬の
前に話した女の子ね。順調に回復しているらしいの。優秀なモルモットのおかげだね。何の話？そう、隣いい？会ったばかりの頃とは別人みたい。男の顔してる。来月から離れ離れになるね。実家までは往診に行けないけど。嬉しいけど患者さんいるから。年下になんて全然興味なかったのに。散々待たせたんだからいいよね。拒否は受け付けてないから。私のカップルだらけ。私知ってるんですからね。他の女の子見てたでしょ。してますね、全力で。私に隠し事したって無駄なんですからね。いけない、忘れるとこだった。これあげます。気に入ってくれるといいんですが。そう言うって思ってましたよ。なんちゃって。怒らないで聞いてくださいね。怪盗団のおかげでこの町というよりこの世界が良い方向に進んでいます。でもそれとは真逆で、あなたの運命は困難な道をたどっていて。大丈夫なんですよね。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。どうしたの？すみません、急に。帰ります。一人で帰れます。私に隠し事したって無駄なのに。今日誘ってくれて嬉しかったです。おやすみなさい。
なあ。妙に女連れが多いなって思ったら、ばお前なんかこう浮いた話とかないわけ。こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。ごめんください。あ、なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。こんばんは。ありがとうございます。全部占いに出ちゃってましたよ。囚われの身だったってこともちゃんと帰って来られるってことも。でもさすがに知ってても今回ばかりはびっくりです。今日って何の日だか分かってます？さすがです。これと今日のラッキーカラーだのなんだの全部当てはまってるやつなんです。喜んでもらえて嬉しいです。それ買うときね、すごい行列だったんですよ。知らない女の子に足踏まれたりするし。でもなんか嬉しかったです。占いの仕事続けてますよ。もう会長とは関係ないとこですけどね。運命は変えられるですもんね。最近お礼を言われることが増えました。それも悪い占い結果だった方々から。けど人の恋愛相談にばかり時間を取られてもとか思うんです。占い師だって幸せになってもいいですよね。あの、え？隣行きたいです。一つだけ占ってないことがあるんです。答えを聞くのがなんか怖くて。来月実家に帰るんですよね。私は何をしてあげられますか？それってでも仕事が。それにまだ二人ともこんなの。ゆっくり考えていけばいいですよね。私がついてます。何考えてるか教えてあげますね。この時間が永遠に続きますようにって。飛び込みじゃどこにも入れないね。ゆっくりお茶も飲めないんだからさ。
出かけない方が正解だったかな。今時そんなのホストでも言わないよ。歩きすぎて足痛え。明日むくむな。サンキュー。そうだ、これ気持ちだから。嬉しいでしょ。嬉しいって言えよ。喜んでもらえて、むしろ私が嬉しい。まあその話も大事だけど、シドウさ、人が変わったみたいにいろいろ喋ってるらしいじゃない。逮捕はほぼ確実って噂。それでこれも噂なんだけど、警察が名誉回復のために動くらしい。標的になるのは怪盗団。正義は警察にあるっていうことを世間に知らしめるだろうって。私なんか心配で。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。帰るわ。いい。君が何隠してるかくらいこの影をやってると分かるんだよ。誘ってくれてありがとう。おやすみ。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ。こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ、こんばんはって、あれ取り込み中。なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。空気読める人大好き。あんがとね。何の相談もなく少年行きで出てきても会いに来ないって、マイペースすぎるでしょ。さすがに今日会いに来た理由はばっ、ご名答。はい、これ、それ限定の高いやつ、わざわざ並んだんだからね。全部はダメだよ。私も食べたいし。というより面会ってさ、婚約者レベルじゃないとダメなんだよね。
だから出てきてくれなかったら、それ自分へのご褒美になるとこだったよ。そんなの私もに決まってんじゃん。私会社から政治部に戻れって言われたんだ。あの記事のおかげで発行部数に貢献したからって。この恩はいつか返させてもらうからね。ん？そっか、隣いい？お勤めしてきたせいかな、なんか前より貫禄ある気がする。来月さ、ご実家に帰るんでしょ？私どうすればいい？ダメだ、なんか追い詰めてるよね。ごめん。待たされるのには今回ので慣れたし、それにまだ高校生だもんね。けどさ、振り回されっぱなしなのも尺だし、私のこと忘れらんないようにしてあげる。毎年のことだが、やれやれ商売上がったりだ。こんなしみったれた喫茶店誰も来ないだろう。今日はクリスマスだぞ。もう店閉めちまうか。出かける金もねえがな。じゃあパーティーやろ、パーティー。なあ総次郎、私七面鳥がいい。な金ねえよ。シドアの手下ども、人の店をことごとく破壊していきやがって、いつか請求書を叩きつけてやるからな。そういやお前、ここにいるってことは独り身か？分かってるな。お前もかよ。なあ総次郎七面鳥。ない袖は触れないんだよ。あ、こんなガキに懐の心配されるなんて。ほらタバ、これで菓子でも買ってこい。パーティーするぞ。よし、七面鳥買って食える。ね、足りねえと思うが、まあいいか。見違えるようだぜ。双葉はもう大丈夫だな。おい、お前は最近どうなんだ？そういうことじゃねえよ。怪盗だ、騒ぎになってるじゃねえか。どうすんだ。新島の嬢ちゃんは何か言ってねえのか？そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。どうなんだ。確かに俺は部外者だが、男だってな。世間はああ言うが、俺はお前らは間違ってないと思う。感謝してる。それの恩返しってわけじゃねえが、3月までお前は俺が守ってやる。なんかむずがゆいな。ま、言えないことは言わなくていいが、俺が味方だってことは覚えとけよ。
俺からはそれだけだ。ただいま。おお、七面鳥は帰る。あれっぽっちで帰るか、そじらのケチ。それは悪かったね。じゃ、出前でも取るか。マジか、そじろ愛してる。ピザにしよう。サンタのコスプレしたかわいそうなバイトみたい。かわいそうなってま、一人身同士仲良くやろうぜ。わがまま言うな。ったく、口の減らねえガキどもだ。宗次郎もな。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ。こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。チーズ。一人それ聞いちゃいます。入ってけよ。今日は俺のおごりだ。あと頼むわ。ごゆっくり。惨めな会はごめんだぜ。行くとこ他になくてよ。座んね。イーブからのこの。なんで俺んとこにチョコ来ねえんだよ。来る前ユウスケにも連絡してみたんだけどさ、あいつチョコもらったんだと。あいつ変態だぞ。俺だって会いたいよ。なんで三島来てねえのよ。あの野郎裏切ったんじゃねえだろんな。いや、ビンゴだったら気まずいし。お前もなんか言えよ。それを言うなよ。あ、そうだ、コンビニで買い物したら女の店がくれたんだ。それやるよ。友チョコってやつ。つかさ、女子たち白状じゃね。同じ怪盗団だったのによ。キリでもいいからくれって話だろこれ。決めた。俺友情に生きる。ヒーローって案外モテねえのな。高校卒業するまでにできっかな。